ペースギルギを紹介もう常に絶滅した辺。地球上に発生した生物、90%から99%絶滅したと言われています。今回は残念な理由で絶滅した生き物、4つ紹介します。<laughs> オツ大津のジカって知ってる体高約2.5メートル、体重約3メートル、体重約700キロ。ユーラシア大陸に生息した、名前の通りでかい角を持っていて、オスの角は横幅約3メートル。気軽に水を飲んだり、草を食うことさえできなかった。そのでかすぎる角は、メスを取り合うオス同士の戦いで使われていたと言われています。角がでかければでかいほど持ってるんですね。そんな大津のジカちゃん。 もっと強く、もっと大きくなって、モテたい。角がでかくなることを考えすぎて、体の栄養を全部角に巨風入りします。立派な角ができた結果、骨がスカスカになって全滅だって。<laughs> カルシウム全部持ってかれだって。<laughs> でかくなった角、<laughs> 維持できる体にないっていうね。勢 <laughs> いけるよりモテたいはラブな<っ>どうどうって知ってる体重約1メートル、体重約20キロ。アフリカ大陸のマダガスカルの東に位置するモーリシャス島に、 1681年まで生息。ハトの仲間だが飛ぶことができない。不思議の国のアイリスに登場したことが有名。皮膚が露出している顔が少しキモい。そんな堂々ちゃん。鳥は生き延びるために飛びを進化しましたが、堂々は飛べなくなりました。鳥よりは飛ばなくても良くなりました。道の住む島は火山活動で生まれた島で、コウモリ以外の哺乳類は生息せず、手以外いませんでした。そのため、好きなものの好き抜け食い。好きな時に寝て、好きなように生きていました。もう楽園状態。そんな楽園に人間がやってきてしまうんですね。なるほど。これで人間に銃とか打たれて、 たくさん取られちゃうんだね。絶滅しちゃうんだねって思うじゃないですか。違います。警戒心なさすぎて、素手で捕まるんだって。<laughs> いや、さすがに逃げるでしょって思うやん。なんなら近づくんだって。<laughs> 興味いっいて。<laughs> 逃げたところで、歩くスピード仮面以下。<laughs> 遅すぎだろ。卵もう普通巣に産むじゃん。警戒心ないから地面にそのまま産むんだって。<laughs> 卵は大事にしろよ。ん <laughs>、ア青すぎて絶滅しました。 ギガントピテクスって知ってる体長約3メートル、体重約500キロ。オレオン約1.5倍と、史上最大の霊長類です。とても人に近い類人へで、約10万年前に中国南部にある熱帯入りに生息。そんなギガントピテクスちゃん。こんなでかい方して食っていたのは果物や植物。だがしかし、時代とともに食べられるものが減っていきます。体の大きいギガントピテクスちゃん困ります。果実がなくなったから他に食べられるものを探します。そこで食べたのが笹です。栄養もなくまずく誰も食べなかったため、たくさんありました。生きるためには笹を食うしかないと決め。 笹を食べ始めたんですが、絶滅してしまいました。体に合わなかったのかなアレルギーだったのかなって思いますよね。違います。<laughs> パンダに全部食われたんだって <laughs>。いや、倒せよ。<laughs> いや、パンダ倒せばいいじゃん。<laughs> 史上最大の霊長類が、パンダとの大食いで負けるって <laughs>。パキケトスって知ってる体長約1.5メートル。約5000万年前に、 パキスタンの水陸領域に生息していた哺乳類です。狼のような顔に牛の蹄を持っていて走るのが得意。しかも耳の骨がとても厚く、水の中でもよく音が聞こえます。そのため、魚も捕まえられる。ただ少し泳ぎは苦手です。陸でも海でも生きていく能力がありました。そんなパキズスちゃん。陸でも肉が食えて、海を潜れば魚が食えます。 それってめちゃくちゃすごいじゃん。陸に特化しようが、走るのも少ないし、蹄めもあるし、獲物は取れます。海に特化しても、水中でもよく音が聞こえる能力あるし、泳ぐのもどんどん上手くなるはずです。こんなすごい生き物が、絶滅,滅するはずないじゃんと思いますよね。でも、絶滅,滅しました。絶滅,滅した理由が、迷いすぎだって <laughs>。中途半端だって <laughs>。どちらにも特化することが生きてたら、陸でも海でも、ライバルに負けたんだって <laughs>。ライバルのこと考えてなかった <laughs>。 その一方で海で生きていこうとしたパキルスの仲間は今も海で生き抜いています。何がわかりますか？体長約1.5メートルオ顔です。そうそう、クジラです。<laughs> おもかげでな1.5メートルが16メートルまで進化しました。<laughs> 大きくなったね。進化ってす。ごいね。人間もいずれかは絶滅してしまうかもしれませんね。